こんにちは。秋が深まりまして、日中は暑いんですが、夜になりますとかなり涼しくなってまいりました。体調の方いかがでしょうか。今回ご紹介するのは、冬場に向けたカー用品のご紹介をいたします。今回ご紹介するのは、こちらになります。ミニキュートと言います。人間工学デザインが採用された加熱機能付きの背もたれ、こちらのご紹介を今日はいたします。まあ主に私のチャンネルはカー用品取り扱っておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。今このように車にインストールしているんですが、まずは概要説明を紹介します。まあ、このように腰の部分をサポートする、まあ、こういったものが2つついております。で、これメッシュになってまして、ここ暖かくなるんですけれども、蒸れることが少ない素材になっております。そこがまずすごくいいところなんではないかと思います。今度後ろを向けてみますと、まあ、こんな感じで、こちらがシート側になるんですが、こちらを見ていただくと、蒸れないようにしっかりと穴がついています。まあ、ここから通気口、ここが通気口になっていて、蒸れを抑えてくれる、そういったものになっています。ですけども、ここがしっかりと暖かくなって、腰を温めてくれる、まあ、そういった機構になっています。あと、これ自体は、今、こちらカバー取り外してるんですけれども、これメッシュになってます。先ほど冒頭でもご紹介した通りで、蒸れにくいというのはメッシュになってるからということがあります。で、これ自体も取り外しができて洗うことも可能になってますし、で、ここに被せるだけになります。で、ここのところを見ていただくとわかるんですが、ここ、熱線が入っています。で、ここのところの熱線がヒーター的な役割を果たしてくれて、暖かくなってくれますので、まあ、ほぼ全面にわたって腰を温めてくれる、そういった構造になっております。で、こちらの紐なんですが、これは実際にシートにつけるときにくくりつけるための紐になっています。で、シートもこれ高さ、この腰のホールドする高さっていうのもあると思います。実際に座ってみないと、どの状態で自分にぴったりなのかっていうことがわからないと思います。で、これは、このように、はい、こんな感じで、まあ、こちらの方が一番下の状態で、こちらが一番上の状態にセットしてありまして、乗られる方の体格に合わせて、その調整というのができるようになっております。で、さらに高さ調整だけではなくて、まあ、こちらも、はい、こんな感じで下げることができます。で、高さ調整だけではなくて、ここにポンプがついているんですが、手動のポンプなんですが、これによって、ここが風船になっています。こう見ていただくと、ここ今、膨らんでるのがお分かりいただけるかと思うんですが、前後方向もこのように調整することができます。で、こちらが今、膨らませる側で、ここにバルブがついてますんで、ここのバルブを押すと、このように絞むようになってまして、また収縮するようにもなっておりますんで、体型に合わせて、まあ、これも使っていただけると、前後方向も調整できるようにもなっております。さらに、こちらです。これは、シートヒーター的な役割をするものなんですけれども、このような形でコントローラーがついていて、低、中、
こうという3段階の設定ができるようになっております。まあ、詳細の温度はテロップに貼っておきますので、そちらをご覧になっていただければと思います。で、車用としても使える。で、なおかつ家庭用として使うこともできますんで、その場合は、もう一つ付属品として AC100V のコンセントがありますので、そっちを使っていただければいいですし、車で使う場合は、この12V のシガーソケットを使って使用することが可能になっています。それでは実際に私、このステッパーゴンのスパーダ RP5 を使った場合での身長175センチ、体重が85キロの大人が使った場合の例をご紹介いたします。まずこのまま置いといてもいいんですけれども、まあ、紐でまずくくりつけるということでやってみたいと思います。まず背もたれをこのような形でバックルで固定します。ステッパーゴンの大きさのサイズのシートでもしっかりと固定することが可能になっています。はい、で今固定しまして、次はこちらのシガーのソケットを装着してみたいと思います。シガー自体も好みがあるとは思いますので、例としてここのパワーアウトレットのところに今回は取り付けをしました。パワーモードにします。こちらのスイッチ入れますと今ハイ、中、低、まあ、このように3段階で温度調節ができます。じゃあ実際この状態で乗って確認してみたいと思います。実際に私が乗った例で実際に座ってみたいと思います。で今シート一番後ろなのでドライビングポジションに合わせます、まあ、こんな感じです。で、私の場合ですとどちらかというと少し体格が大きい方なのでこの背もたれが少し前の方に行ってる感じがあるんですけれどもその場合はこのポンプがありますんで、まあ、このポンプを完全に空気を解放しちゃう。まあ、そうするとだいぶこうシートとシートの輪郭に沿った感じで座れますんで結構いい感じでポジションとしてはいい感じで座り心地も結構いいかなと思います。で体格が小さい方でしたら逆にこれ自体を空気を送って少しこう膨らませてあげると前の方に腰がつってくれますので、まあ、そうすることによって位置の調整というのがしっかりとできます、まあ、私はもうこれは使わないでちょうどいいかなっていう形なので、まあ、使わずに座ってだいぶ落ち着いてるという感じです。でヒーターの方今入れたんですが、まあ、こちらの腰この部分支えてくれる部分全体的に温かみがあって冬場なんかは特に腰が痛くなる方もいらっしゃると思うんですけども、腰を温めるには非常にいいかなと思います。はい。ってことで今回、冬場の時期に近づいてまいりまして、皆様にお届けしたのは、ミニキュートの加熱機能付き背もたれ。こちらのご紹介をいたしました。まあ実際私もこれ使ってみて、車のシートって、まあ、今回これ、ステッパーゴンなので、まあ、ミニバンのシートになるので、ホールド性とか座り心地、まあ、そういったところはあまりこう気にして作られてるシートではないので、今一つ自分の体にフィットしないシートだったというのはあります。まあ、その分、乗り降りのしやすさであるとか、荷物の積み込みとか、まあ、そういったところにはすごく配慮されてるシートで、平べったいシートで、使いやすいシートではあるんですけれど、実際に車に乗った時の機能性という意味では少し足りないところがあったということになります。で、このステッパーゴンに関してはシートヒーターが付いているので、温熱付きシートにはなってるんで、冬場は全然問題ないんですが、やはり長時間座った時にどうしてもこの腰の部分が痛くなるということが、まあ、私もあったので、そういった時にもう少し安くて快適に座れるような
シートにならないのかと、まあ、いうことで、まあ、こちらがすごくおすすめできる背もたれになっておりますので、まあ、ご紹介をいたしました。で、私これ車でも使ってるんですけども、どちらかというと家のデスクの方で使ってるんですが、デスクなんかですとものすごく背もたれとしての役割を果たしてくれて、長時間のデスクワークにも最適な背もたれとなっております。はい、ということで、シート自体がいまいちフィット感が乏しくて、長距離のドライブに不満を持ってらっしゃる方にはおすすめできるアイテムかもしれませんので、ぜひこちらの方、詳細概要欄に貼っておりますので、ご確認いただけますと幸いに思います。それでは失礼をいたします。